おはよう、ひばりちゃん。ああ、じゃあ、おはようせ。ひばりさん、おはようございます。お腹すきま…なゆか、食事の時は静か。君の可愛い口でも食べやすいように。ひばりさん、ひばりさん、午後から台風来るって知ってました？ああ、そういや、雷も鳴る。もしかして怖いの？カビ。なんだ、それね。今晩は僕のベッドで一緒に寝ろ。あ、え、別に。ちょっと待った。その役目。あ、みんなでお泊まり会ですか？静かにして。勘違いしないで。別に雷なんて怖く。年齢は関係ない。だから違います。それに。じゃあ。そんな予定はないけど、もし。なんでも。はい。そう。いえ。相変わらず春日君とはあうんの呼吸というか。ですよね、春日さん。確実、執事の息。何が言いたいの？いや、だからその、君が執事君と仲が…あ？いや、分かっているよ。君にとって彼は有能な執事。そば…だが春日君はどうなんだい？こんなに…それって…春日が隠れライバルってか。それも面白いん。春日は私の専属執事なの。春日だってきっとそう言うわよ。いや、でもそれはひばり。うん、この…おや、眉間に。でも彼、お嬢様と執事という設定。あのね、紬。ええ、それなら。ただ少しな。ええ、私もひばり様とお友達になっても。ほら、中等部の。ねえ、紬、さっき言ってたアニメなんだけど。そう、あれはよく晴れた日の。当時中等部3年だった英子さんはある男性に恋をしていました。そう、その相手こそ春日さんでした。ひばり様の送迎をなさる春日さんを一目見た時から彼の姿が頭から離れなくなる。ある日、英子さんは積もりに積もった思いを春日。けれど、問題はここからでした。ね、ひばり様。いや、あの時のひばり様のスネっぷり。私の世話をするよりも、可愛い女の子と一緒にいたいんでしょ？春日なんても。これはもしや禁断の。当時の私は夜も眠れぬほ。ええ、まあ結果的には地獄の門が開いたレベルの大惨事が待ち受けておりました。八つ当たり半分に春日さんを無視し続けてちょうど1週間。今も覚えておりますわ。私もあんな春日。ええ、私ともあろうものが神戸草を書いて平謝りするひばり様に。私もあの時のお二人の様子を見て悟りました。ひばり様のすね方も今思えばお気に入りのぬいぐるみを取られず。
春日さんの対応も好きな女の子に誤解されてキレた。確かにその通りだと思って。あら失礼。まあそういうわけですから、私は今さら春日さんとそうでない方から見れば気になる。そんなこと言われた。大丈夫ですわ。私え話の流れから察する。大体あの人たちが春日よ。いいえ。お待たせいたしました。到着が遅れてしまい申し。うん。それにしても。ええ雷警報も出ています。そんなの。申し訳ありません。言っておくけど、ええ、どんな些細なことからでも。怒ってるの。雷警報も出ていますが。羊が一匹、羊が。様は本当にしっかりしている。さすがは東条の跡継ぎで。波の子供と同じ扱いで。ひばり様、お嬢様、いらっしゃる。いらっしゃらな。失礼いたします。ひばり様。そうでしたか。何も問題がなければ。ではお邪魔。ああひばり様、本当に何も問題はありませんか。雷が鳴っております。だから大丈夫って言ってるでしょ。雷なんか全然。だからさっさと出て行って。ね、はい。根津の番。根津の番。ええ、あれた。そんなのは。いいえ、いけません。明日も学校があるでしょう。けど大丈夫。そんな風にご機嫌取り。ご機嫌取り。だって私を余計に褒めちぎったあなただって。いえ。はそのような目論み。でも。はあ、あなたは何か勘違いしておられますね。第一、まったく。そもそもあなたはあなたはご自分が思っているほど大人ではありません。これはよくよく見て。執事とはあなた、またすべてわかりますか。
なので、今私がここ…で失礼ながら…本当…大丈夫。おやすみなさいませ。こんなところに座り込んで、風でも、あなたは私の執事なんだから、体調を崩されたら私の責任になるの。お心遣いありがとうございます。ですが、それではあなたが風邪をひいてしまいますよ。さ、ここでいい。ですが、ではもう少しこちらに寄ってください。その方が暖かいで。安心してください。ですから安心して頼ってください。どんな時でも。あれからよね、春日に対して。ひばり様、お茶をお持ちしました。ありがとう。天気が荒れてきたので心配していましたが、本当にもう大丈夫なようですね。もうだから平気だって言ったでしょ。そうでしたね。その顔をお見せすれば。花なんで、あの人…ひばり様が心配だと…彼らの場合、心配し…もちろん、それもあるでしょうが…春日って…そうでしょうか…ねえ…なんでしょう…ひばり様が登場家の後継ぎですが…驚い…いえ…ですが、ちょっと待って。それに関しては、そんな、私の正直な気持ちを申します。いずれ花婿を取るのであれば、彼らについてもこの機会にひばり様のコミュ障ですが、ご安心ください。最終的、それはもちろん毒にも薬にもならない。お飾りに甘んじる方が一番か。え？東条家当主とはいわば孤高の王、つまりひばり様は女王になるお方です。たとえ結婚相手だろうと、前や横に立つことは許されません。後ろで静かにしていただかなくては。それは私の役目だと自負しておりますが、違いますか？なんでそんなに自信満々？それが私がここにいる理由ですので。私はこの世の誰ですから。たまに妙な視線を感じるんだよね。今日はうまい。
タイガ、つまみができたから。まったく、急に酒盛りにつ。はいはい、感謝してるぜ。おや、そのああ、エチオピアの酒だから。ずいぶん黄色。こいつは蜂蜜が入ってるか。乾杯。それにしても、海外のダチが送ってくれた。まあ飲んでみろって。ん？飲んでるとどんどん。これがタイガの夏。懐かしの味っつうか。そんで二人ともスリにやられて。なんというか、いろいろす。一緒に酒飲んで話してりゃ。ん？なんだいその。お前、男友達。あはは。まあそういうこと。でもまあ。んだよ急に。俺だってたまには男同士で。ああ。なんだ見る。仕方ねえな。うるせ。てれん。照れてない。あ、そう。とりあえずまたうまい酒。無駄に偉そうなのが気に入らん。ああ、ほら。ちょ、まだ飲み。あ、ちょうどよかった。構いませんが。それいただき物です。もし何しろ ひばりちゃんの。ええ、それ先ほど申し。中身は何か。申し訳ありません。ふんねえ、やっぱり自分。構いませんが。チャレンジするのは自由でしょ。まあ甘いといえば甘いですね。他にもしょ。ええ、しょ。甘くて思い当たるものはあります。羊くん。ノーコメン。そうだ、食感は。まだ続けるんです。冷やして食べるもの。そうやって召し上がる方もいら。そうもうよろし。うん、なんとなく分かったから。分かったとは到底思う。さて、送り主は。あ、誰ね。次はあのお店にしましょう。少し。いいえ、もっとレースを足してもいい。あれ、ネグリジェス。もちろん、パジャマパーティー用。あなたの可愛いネグリジェ姿を見たら。さあ、次のお店に行きます。着替えるの？実家からです。少し。はい。申し訳ありません。紬が呼ばれるなんて。ええ、ですがそんなに心配しない。そうですか。ひばり様。ええ、またそれじゃ。ええ、
ね。俺、ここら辺詳しいんだよね。行きたいとこあるなら連れてって。この辺りに詳しいんで。カフェ知ってるし。カフェは自分で探すので結構です。なので、あ、もしかしてお姉さん、なあ、人の彼女に汚い手で触らないでくれる。いった、おい、さっきは僕が悪かったよ。嘘つくんじゃねえよ。話を聞いていなかった。でも今、あんたが彼氏だって証拠は。こわ。悪いのは僕の方。え？というわけだから。余計なことだったらごめんね。はい、助かりました。ああいうやつはちょっとでも隙があるとすぐに寄ってくるものなんだよ。そういう相手を探す。すみません。ああ、いや、お説教の。そういえば迷子って言われてたけど、どこかへ行く途中。大丈夫です、もう。それじゃあ迎えが来るまで一緒にいるよ。僕と一緒にお茶してくれる。安心して。近くに美味しいパンケーキを出すカフェがある。先ほどは。気にしないで。先ほどは。それさっき。面白い人だね。そういえば自己紹介がまだだったね。僕のことは。お兄。うん。僕の。そうかも。じゃあ、お兄ちゃん。そうじゃなくて。ごめんごめん。僕のことはカズって呼んで。私、言いたくなかったら無理しないで。美人さんだからビューティーさんとか、髪が綺麗だからキューティクルさん、ああ、肌がスベスベだからスベコちゃん。ひばりで。ひばりさんだね。いちごと生クリーム。パンケーキは彼女のもので。かしこまりました。甘いもの。え、ああ、いただきます。喜んでもらえてよかった。ひばりさん、君の唇はその味にしても。ああ、これが飯。こんなんつかお嬢太るぞ。このスイーツ飾り付けが綺麗だね。あ、もし全部頼んでいいよ。あそこの席の彼が好きなだけご馳走するって言ってくれたから。二人でいっぱい食べちゃいましょう。すいません、ここに帰って。
違うんです。知り合い？知り合いと…じゃあ…そういう関係…友達になりたい…絶対…まあ…微妙…もしよかったら…僕に話してみない？実は今…4人同時…しかも…しがない会社員の僕には…働いてないってなると激しいというよ、つまり迷惑です。それは断れないの？複雑でもそんなに迷惑だって感じ。確かにさ、けど恋愛か、ひばりさんは真面目で、え、曖昧な気持ちのまま付き合うのは、自分でも周りは誰を選ぶんだと焦らせる。だから余計に気持ちが分からなくなって。それです。君は素直です。僕はそのままでいいと思うよ。は、それならよかった。あの、パンケーキ…遠慮しないでって。それより、いえ、やっぱり真面目。はい、そっか。ウィスの ID 交換しない？あ、ナンパ嫌ならいいんだ。ごめん、急に。い、い…本当に？愚痴が言いたくなったらいつでも連絡して。悩み相談は得意だから。あ、それからお願いなんだけど、今日4人の戦いに巻き込まれるのは。ありがとう。ありがとうございます。ひばり様。全然待って。おや。ああ、その…つむぎのハイヤーの方…そうですか。そうね。ひばり様。アビオに俺を可愛がってください。ビーフストロガノフは先週作ったばかりだし、パスタ、キッシュ…ひばりさんを笑顔にする。一夜、騒がしいんだけど…ね、せっかくだし…悪いがシオン、それはなぜなら俺はひばりさんに…でも料理は…俺の料理はひばりさん専用…何にすべきかは…ねえ、一夜…え？